歩行者、自転車用トンネル、木浦トンネルとは、愛知県三河湾の木浦港の中央不頭と、東不頭を結ぶ、賃賄式海底トンネル。西行線十1 9メートル、東港百1 4 1メートル。愛知県道265号壁南半田、常名線の一部であり、有料区間は、愛知県道路公社が管理する、一般有料道路である。水底トンネルであるため、 危険物積載車両は通行できない。なお、自動車、二輪車、原付自転車用トンネルの他に、無料の歩行者自転車用トンネルが設けられている。全区間で、AM ラジオが聞ける。日本国内の賃貸トンネルとしては、1944年に、開通した大阪市の安治川トンネル、1964年に、開通した東京都大田区の首都高速道路1号。 羽田線の羽田トンネルの前例がある。しかしいずれも家庭トンネルであるため、木浦トンネルは日本初の賃米式改定トンネルとなった。このトンネルと同様に、北半島と壁海地区とを結ぶ道路は他に無料で通行できる木浦大橋があり、高浜市と半田市を結んでいる。ETC は非対応でクレジットカードも使用不可。 支払いは現金か回数券のみ。木の浦トンネルは危険物積載車両通行止め。トンネル手前から何度も規制予告の標識で知らせている。次の基準を超える車両は通行できない。ありがとうございます。